ポリュネーケースから首飾りを受け取る、エリピューレー。ルーブル美術館所蔵エリピューレーは、ギリシア神話に登場する人物である。長母音を省略してエリピュレとも表記する。アルゴスをタラオスとリュウシマ系の娘。アポロドーロスによれば、兄弟にアドラストス、パルテノパイオス、プローナクス、メイキステウス、アリストマコスがある。テバイゼメの七の一人アムピアラオスと結婚し、 アルクマイオーンとアムピロコスの息子がある。アドラストスがテーバイゼメの召集をかけたとき、エリピューレイの夫アムピアラオスは、この戦いがアドラストス以外は死ぬ運命にあることを予見して、反対し、他の賞の参加も阻止しようとした。ポリュネーケースはテーバイから持ち出していたハルモニアーの首飾りをエリピューレイに送って、口添えを頼んだ。首飾りはヘイパイストスが作り、 アプロディーテが、ハルモニアーに送った魔法の品だった。アムピアラオスは、あらかじめエリピューレイに贈り物を受けないよう伝えて、いたが、エリピューレイは首飾りを受けて、アムピアラオスに参戦するよう説得した。アムピアラオスは、かつてエリピューレイの兄弟である、アドラストスと不安が生じたとき、以後二人に、争いがあったときは、エリピューレイの祭壇に従うことを制限していたため、やむなく、 戦いに出発した。その際、アムピアラーオスは息子たちに成人したら母親を殺してバイを攻めるよう言い残した。バイの戦いに敗れ逃亡したアムピアラーオスは地下の割れ目に飲み込まれて姿を消した。10年後、七将の息子たちエピゴノイは父親たちの遺志を継いでバイ攻めを計画した。彼らの中で エディピューレの息子アルクマイオーン一人は戦う意志がなく弟のアムピロコスと抗論になった。二人はエディピューレに参戦するか否かの結論を委ねた。ポリネーケースの息子テルサンドロスはこれを見て父親から受け継いでいたハルモニアーの結婚衣装をエディピューレに送りアルクマイオーンの参戦を流すよう頼んだ。この結婚衣装はアテーナが ハルモニアーに送った魔法の品だった。エリピューレイは再び贈り物を受け取り、息子たちを戦いに送り出した。エピゴノイは、定媒を陥落させ、アルクマイオーオーンは、エリピューレイが二度までも買収されたことを知った。アムピアラーオスの遺言と合わせ、デルポイの信託が、エリピューレイは死に値すると告げたことから、母親を殺せとの命だと受け取ったアルクマヨオーオーンは、帰還すると、 エリピューレイを殺した。この殺害には弟のアムピロコスも加わっていたとするものもある。エリピューレイは死の直前にアルクマイオーンを呪い、アルクマイオーンはエリーニュスたちから追われる身となった。ホメーロスの女ジ,ジシオデュッセイアーではオデュッセウスが冥府を訪れた時、多くの王妃や王女たちの亡霊に出会っているが、その中にエリピューレイの姿があった。 ロバート・グレーブスによれば、これらの物語を通じて、エディピューレイが常に戦争か平和かの決断を下す、力を持っていたことに着目している。エディピューレイとは、うっそうとしたという意味で、これは、堂々なデヘーラーに使える巫女と同様に彼女が、アルゴスで巫女であったことを暗示しているとする。野生の梨の木は白い花をつけるので、月に、ゆかりの親睦とされた。 プルタルコスのギリシア問題やリアノスの雑録ではアルゴスやティーリュンスで梨の木がことのほか珍重されていたことを述べておりミュウケ内のヘイライオンに安置されてあったヘイラーサイコの像は梨の木で作られていたこのことからグレーブスはエディピューレイの名前の由来と神木としての梨に関連を見ているのであるありがとうございます